ジュリエットを踊るプリセツカヤマイヤ・ミハイロブナ。プリセツカヤは、ロシアのバレエダンサー。20世紀最高のバレリーナと称された。モスクワで、芸術家を多く輩出する有名な、ユダヤ人一家に生まれた。エンジニアの父の仕事の都合で、スピッツベルゲン島の学校へ通う。1938年、父親は、兄がアメリカに住んでいたため、スパイの疑いをかけられ。 スターリンの粛清により処刑され、サイレント映画女優だった母親はカザフスタンへ強制送致された。マイヤは母方のおばにあたるバレリーナスラミフィメッセレルの養子となった。1934年、一家は休暇のためモスクワに帰り、その期間中にマイヤは定室バレエ学校のエフゲニアイワノブナドリンスカヤのクラスに編入する。バレエを始めて1年目で、 軍縮会議という演目の中国人役で舞台に立つ。その後再びモスクワに戻り、バレリーナであったエリザベータ・タゲルトの下で6年間学ぶ。1943年に国立モスクワ舞踊学校を卒業し、ボリショイバレーに入団した。2015年5月2日、89歳で心臓発作のためドイツで亡くなった。遺言により遺骨は散骨される。 バレエ学校卒業後、ボリショイバレエ団に、コールドバレエとして入団する。このポジションに不満があったこともあり、ボリショイ劇場以外での公演に、積極的に出演し、経験を積む。入団1年目を終える頃に、欠員のため、クルミ割人形のマーシャ役に抜擢されることとなる。アンナ・パブロアの代表作、品種の白鳥を演じ、当たり役とする。また、 プリセツカヤの最大の当たり役は、白鳥の湖のオデット、オディール、眠れる森の美女のオーロラ姫である。長役の高さ、柔軟で大きく反る背中、技術の確かさ、カリスマ性すべてにおいて高く評価された。彼女に向けられた高い賞賛とは裏腹に、劇場上層部の彼女への待遇はあまり良いものとは言えなかった。ユダヤ人であったことが災いし、 1956年の国外公演には反ユダヤ主義的風潮の中で同行が許されなかった。しかし、1959年に彼女が西側世界に初めて登場すると、バレエ界に大きな衝撃を与えることとなる。世界中のバレリーナは、プリセツカや以後、技術の完成度でも演技力でも、より高度なものを要求されることになったのである。 1958年、作曲家ロディオン・シチェドリンと結婚、翌年にはソ連人民芸術家として表彰される。1960年、ガリーナ・ウラノワが引退すると、プリセツカヤは、ボリショイ劇場のプリマバレリーナに任命される。1967年ソビエトで制作された、アンナ・カレーニナの映画版では、トベルスコイ公爵夫人を演じ、1971年には、 シチェドリンの作曲、自身の振り付けによるバレエ版、アンナ・カレーニナを発表し、主役アンナを演じた。他に、ユーリー・グリゴロービチ、ローラン・プティ、アルベルト・アロンソ、モーリス・ベジャールなどの著名な振り付け師が、彼女のために作品を振り付けている。1980年代には、プリセツカヤは、シチェドリンと共に、海外で過ごすことが多くなり、ローマ・オペラ・バレエや、 マドリードのスペイン国立バレエの芸術監督を務める。65歳でボリショイ劇場のソリストから引退したが、その後も芸術活動を続けている。70歳の誕生日にはベジャールの振付によるアベマイヤーを初演した。1994年からは自身の名を冠したマイアプリ説家や国際バレエコンクールの審査委員長を務めた。 約40回にわたって訪日し、多くの公演を行った。2003年、宝塚歌劇星組公演、王家に捧ぐ歌の振り付けを担当。2006年、第18回、高松の宮殿下記念世界文化賞の演劇、映像部門を受賞した。2011年には、日本のバレエに対する貢献が認められて、曲日中受賞を受賞し、2012年2月に、 モスクワの日本大使館で行われた伝達式の際には私と日本は特別な関係。日本の食事や教育、文化、すべてが気に入っていますと述べていた。ありがとうございます。